アベジャネーダ・パルティードはアルゼンチン・ブエノス・アイレス州のパルティードである。成長所在地はアベジャネーダ・セントロである。1904年に現行名称に改名されるまではバラカス・アルス・ド・パルティードという名称だった。現行名称はニコラス・アベジャネーダ元大統領にちなんでいる。ブエノス・アイレスとアベジャネーダをつないでいるプエンテ、プエイレドン・ハシダイ・ブエノス・アイレス都市圏にあり、 首都ブエノスアイレス市のすぐ南に位置している。面積は55.17平方キロメートルであり、2010年の国勢調査による人口は34万985人である。リアチュエーロ川がブエノスアイレス特部、アベジャネーダ・パルティードの主要な通りであるミトレ通りは7月9日通りに接続しており、7月9日通りはプエンテ・プエールドン橋で、 ブエノスアイレスのバラカス地区とアベジャネーダ・パルティードをつないでいる。ラプラタ川沿岸にはアベジャネーダ橋があり、ブエノスアイレスのイスラ・マシエル地区とアベジャネーダ・パルティードをつないでいる。ラプラタ川に面し、ドックスド、サランディ、ビジャ、ドミニコ、ウィルデに挟まれた一帯はアレアレセルバ・シントロン、エコロヒコと呼ばれる湿地帯であり、現行の施設が 満杯になった場合に廃棄物処理場が建設される。アベジャネーダ・パルティードは三つの都市と五つの地域に区分される。二千一年の人口とともに記す。アベジャネーダ・セントロには CA インデペンディエンテとラシンクラブが本拠地を置いており、両クラブはボカジュニアーズ、CA リーベルプレート、c a サンロレンソデ・アルマグロと共にアルゼンチンのビッグ5に数えられている。 インデペンディエンテのホームスタジアムであるエスタディオ・リベルタドーレスでアメリカとラシンクラブのホームスタジアムであるエスタディオ・フアンドミンゴ・ペロンは隣接している。サランディにはアルセナル FC が本拠地を置いており2000年代以降に国内外でタイトルを獲得している。アルセナルのクラブカラーは水色と赤色であり、これはラシンクラブとインデペンディエンテのクラブカラーに由来する。 カブリーグには CA サンテルも、スポルティーボドックスド、CA ビクトリアーノアレナスなどが在籍している。ありがとうございます。